スパーク。郡山駅西口から徒歩1分、県内で最も高い建物であるビッグアイ。このビルの20階から最上階の24階までが郡山市ふれあい科学館スペースパークの施設フロアです。1階の自動ドアをくぐって左手にスペースパークへと続く3台のエレベーターが見えてきました。中でもこちらの専用エレベーターは光と音の演出で到着までの時間もワクワクさせてくれます。スペースパークは宇宙と科学をテーマとした科学館です。銀河鉄道999などで有名な松本零士先生が名誉館長を務めており、館内やこの他いろいろな場所で松本先生の作品が見られます。最上階にあるプラネタリウムは世界で一番地上から高い場所にあるプラネタリウムとして、あのギネス記録にも登録されています。宇宙の中の私たちをコンセプトにしているここスペースパークでは、解説員の生解説によるプラネタリウム番組をはじめ、体験型アトラクションや展示物、実験教室やサイエンスショーなど様々な体験教室も日々開催しています。初めてご来館のお客様や海外からのお客様のためにスマートフォンによる音声ガイドシステムもご用意していますので、ご来館の際はどうぞご利用ください。20階研修ゾーン、21階宇宙に関する展示ゾーン、22階メインエントランスのある展望ロビー、23、24階プラネタリウムの宇宙劇場、4つのエリアで皆様をお迎えします。県内一の高さを誇るビッグアイ展望ロビーからは郡山市の街並みが一望できます。夜の街明かりと地平線に続く線路は息を呑むほどの絶景です。現在の街並みだけでなく各時代の情景も N ゲージ鉄道ジオラマによってご覧いただけます。レールの車輪幅が9ミリというところから9の頭文字が付けられた N ゲージジオラマ模型では、鉄道の発展とともに近代化が進んだ郡山駅周辺を再現。鉄道模型の目線になれば郡山市の歴史を四季折々の風景とともに巡ることができます。また展望ロビーには人気漫画宇宙兄弟の作者小山中也先生デザインのタペストリーの展示、このタペストリーと同じイラストが実際にロケットに貼られて宇宙へと旅立ちました。光と音のトンネルを抜けると太陽系に囲まれたプロローグへ。天文学者たちが考えた宇宙の物語を覗いてみましょう。フロア中央の螺旋階段を降りていくと、体験アトラクションが盛りだくさんのスペースフロンティアが見えてきます。スペースフロンティアでは月の重力を体験できるムーンジャンプや、宇宙飛行士の訓練を体験できるトリプルスピン、宇宙船を操縦できる宇宙探検シミュレーション、さらには地球から宇宙の果ての姿を立体的に捉えることができる 3D 天文シミュレーションシステム三鷹 3D など、見たことのない未知の体験アトラクションが数多く揃っています。またびっくり実験ラボでは面白科学実験が盛りだくさんのサイエンスショーや、実験と工作を楽しめるサイエンススタジオを毎日開催しています。その他展示ゾーンには稲妻のような光を観察できるプラズマボールや、実際に持ち上げることのできる本物の隕石、惑星の動きやブラックホールに吸い込まれる物質の動きが観察できるケプラーモーションなど、宇宙に関する様々な展示物も。見て触れて体験して宇宙を身近に感じることができます。またスペースパーク20階には研修ゾーンが広がっており、パソコンを使った工作やワークショップなど様々な体験教室も開催しています。23階にあるエントランスと宇宙の写真や絵画が貼られた展示通路フォアエーを抜けると、最上階のプラネタリウム宇宙劇場への入り口が見えてきます。スペースパークには自分の目で自分の手で体全体で宇宙を体験できるアトラクションが盛りだくさんです。皆様のご来館を心からお待ちしています。